混じるところ。さて今回もレベル40以下で挑戦。編成はご覧の通り。コブ兵どうしましょうか。1から始める無課金にゃんこ大戦争みたいにすればいいじゃねえか。同じ方法はできないんですよ。主にレベルの関係で。さあお時間いっぱいです。このメンツでどうやって攻略するのか、見ていただきましょう。資金の準備のため倍速、イングリッスンを間引きながら壁をギリギリで調整して、最初の有限枠数を処理したらゴンベイにニャンデや念を処理させます。足が遅いので劣化の餌食になります。あとは時間をかけて資金集めだな。できるだけの対処をしてるのでお待ちください。近づかれると何もできない特性を活かして、倒しちゃいます。厄介なのはイングリッスン。ですが彼らがいないと攻略はできません。感知射程にして遠方範囲で攻撃だからな。間引きをしながら安全を確保。攻撃が当たってることを願いつつ持久戦です。一応コブ兵より射程の長いキャラはいるにはいるんだけどな。劣化に当たったら終わりなので使いません。ゼリーフィッシュも出して様子を見て、波動が当たれば時短になると思っておきます。全体的に弱いから、攻略自体難易度が高いんだよな。そういう企画ですから、射程で勝てない上に数で押されるわけですが、対策はバッチリです。前に進めるようになったらニャンマの準備、イングリッスンを片付けたら攻撃力上昇を狙って、雷砲で止めます。なかなかうまくいかないみたいだが、チャンスは何度でもあるので、慌てずにやっていきます。チャンスですね。攻撃力上昇まで我慢して、で失敗しました。前列がコブ兵から離れてたせいだな。資金が心配だが大丈夫なのか。イングリッスンの数が落ち着いてきてるので、コブ兵とキツネを前進させないように注意。ではまたニャンマを使います。これって劣化次第で失敗するパターンだな。ですが今回は雷なしで倒しました。さあゴンベイさん。キツネのくせにどっちかっていうとタヌキの名前を語る不届き者。被害に遭った豚野郎の無念を晴らすべく、我がニャンコ軍団は前進します。野郎には資金面で結構お世話になったからな。安全圏にいても無事とは限らないんだぜ。ガネーシャも攻撃力上昇しましたが、攻撃を当ててこそ、一匹運よく難を逃れましたが、結局はおしまいです。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。今のところ制限下でもなんとかなりそうです。シン、レジェンドも結構ステージ進んだから、困難になってくると思うんだが。